真珠。それは女の子なら誰もが憧れる海の宝石です。現代日本社会学部2年の寺井千夏です。私は伊勢志摩の美しい海から生まれる真珠の魅力に触れようと小さな旅を始めました。さ、あの誕生石真珠じゃない？うん、そうです。やよな、はい。でもなんかまだ自分がつけれるほどなんかちゃんと大人っぽいファッションとかも勝手に壁を感じてしまうっていうか、真珠はやっぱり生き物が作ってるっていうのもあると思うけど、こうさ柔らかい、なんか女性らしくて、うん、意外とみんな持ってないよな。多分だからこそ憧れがあるんやな。ああ、特別な。つけへんからそう、特別感で、うん、真珠の輝きは純白の輝き、紀元前から人魚の涙、月の雫と言われてきました。私たちの学ぶ伊勢志摩地域は真珠養殖の発祥の地として知られ、観光地には多くの真珠のお店があります。まだまだ学生には手が届かない存在ですが、いつかは真珠のネックレスを身につけてみたいと夢見ています。美しい輝きを放つ真珠、どんなところで作られているのでしょうか。志摩市志摩町小鹿にある真珠工房真珠の里を訪ねました。お願いします。このいかだの下で真珠は作られていくんですね。ここでは真珠を実際に自分の手で取り出す体験ができます。あ、本当ですか。はい、じゃあ取り出していただきますね。はい、分かりますか、はい、この上にナイフを入れていただいて、僕まで、ね、しっかり切ってください、はい、その上でここをね、タブレットの丸くて硬いのがいるので、はい、手袋の手で、ね、出してあげてください、はい、取れました。私の真珠です。自分の手で作った真珠のアクセサリーはとても愛着が湧きました。真珠は生き物が作ってくれるんですね、はい、アコヤガイがね。だからアコヤガイと人間と海と、うん、三者の共同作業でできるものなんですよ。だからすごくあったかいんですね。やっぱり他の宝石だから冷たいイメージがあるでしょ、宝石油と、はい、でも真珠はすごくあったかい、うん、と思います。でやっぱり日本人にはすごく一番合う宝石だと思います。真珠についての知識を深めたい。私は三木本真珠島を訪ねました。創業者の三木本幸吉でございます、はい、これは寺井さん、三木本本人が建てたものでもなくて、はい、会社が建てたものでもなくて、あ、はい、実はですね、地元の方々が、はい、功績を称えましょうという真珠養殖の成功
与えましょうということで寄付をして建てられたものになります、はい。小吉はね、はい、非常に面白いユニークな一面を持った、はいはい、人物でした、はい。でせっかく建ててくれるんだったら、はい、上野の西郷さんより、はい、ちょっとだけ高くしてくださいっていう、はいはい、お願いをしてですね、はい、実際に一尺、はい、西郷さんよりちょっと高い、はい、なっております。銅像の設計はね、はい、北村聖母さんっていう、はい、よく知られている作品です。長崎の平和のシンボル、はい、確かこういう感じの、ご存知ですか。その同じ人物の方が、はい、設計しております。三木本真珠島は世界で初めて養殖真珠が誕生した場所。真珠養殖に関わる様々な展示があります。養殖真珠が誕生するまではこちらにあるような、はい、天然真珠しかございませんでしたね、はい。やっぱりごくごく稀に丸くて大きいのもできるんですけど、はい、天然真珠って実はその、形の元になるものがね、海の中の小さな砂や石や、はい、そんなものが入って、はい、その上に真珠層がこう巻きついたものなので、はい、形がやっぱりちょっと不揃いで大きさがちょっと小さいっていうのが特徴になります、はい。で半円真珠ができました、はい。さらに10年以上年月を経てですね、はい、丸くて大きな真珠ができるようになったっていうことになります、はい。でこの博物館は、はい、どうやって真珠ができるのかっていうのは、はい、出来上がった真珠がどうやってネックレスになっていくのか、はい、ご覧いただけるような施設になっております、はいはい。これは何なんだろう、炭酸カルシウムとタンパク質、はいはい、タンパク質、はい、炭酸カルシウムとタンパク質のシートがね、もう本当に薄いシート、はい、0. 何ミクロンというシートがこうたくさん重なってそれらが結晶化されて、はい、光っております。そしてパールミュージアムコレクション、世界の真珠美術品の数々に私は心を奪われてしまいました。やっぱりですね、まずは買っていただくっていうか、好きになってもらうっていうことが大事ではないのかなと思っております、幸いにも私どもは例えば小学校の修学旅行とか遠足とか、はい、中学校高校の同じような修学旅行と校外学習っていうようなお客様もお迎えおもてなししておりますので、その教育の面からもですね、真珠を、もっともっとですね伝えて、好きになってもらえたらなっていうようなことを思っております。思いがけないサプライズ、三木本パールのネックレスをつけさせていただきました。最高の輝き、心が満たされていく不思議な感覚でした。学生にはまだ手の届かない真珠でも、真珠の魅力を知ることは自分を磨くことにつながるのではと私は思い始めていました。鳥羽国際ホテルでは真珠をモチーフにしたさまざまなサービスメニューで真珠の魅力を伝えています。失礼します。こんにちは。こんにちは。すごい綺麗な景色ですね。ありがとうございます。真珠の成分を使ったお化粧品でエステを受けていただくことで、はいはい、とっても肌が美しくなります、はい。こんな素敵な景色を見ながら真珠の潤いを受けるひととき、いつか体験してみたいです。この景色を見ながらね、エステを受けるっていうことがすごくその体に対しての大きな効果を与えると、このスパを
ぜひこの鳥羽国際ホテルで実現したいというオファーがあって、これに着手していくことになりました、まあ、それで、まあ、我々もそのお客様との接点をたくさん欲しかったんですね。東京にも百貨店を出したりもしてますけども、やっぱり高級なホテルで、お客様に我々の化粧品で、まあ、最高の体験をしてもらうと。真珠成分の入ったパールオーロラ風呂はお湯がまるで真珠のようにキラキラと輝いていました。見てもらうとキラキラしますよね。化粧品のメイクとかそういったものにもよく使われているパール剤っていうものがあるので、それを配合しています。お湯の中で光が当たるとキラ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 してて、まあ、まさにそう真珠の輝きのお風呂に入ってるっていう感じが得られるんですね。ただそれをね、お風呂で実現するっていうのは並大抵のことではなくって、いろいろ試行錯誤をしてホテルさんと、まあ、我々と一緒になっていろいろこうやったことが、あれが大きな目玉ですね。真珠は身につけて美しく自分を見せる以外にも、内側からも美しくすることができることに気づきました。で、我々のホテルも、まあ、国内だけじゃなくてたくさんの国からお越しいただきますけれども、そういった方々大半の方がやっぱり三木本さんの方に訪れます、まあ、そういった意味では非常に世界の方々からこの真珠というものが非常にこう魅力的に映っているのかなというふうに感じております、まあ、そういった我々滞在の中で、少しでもこの真珠を身近に感じ取っていただければなというふうに感じております。真珠は人生の宝物。鳥羽市観光協会では結婚30周年を迎える真珠婚式を、真珠のふるさとらしい心温まるセレモニーとして行うようになり、今では全国各地から真珠婚の夫婦が参加するようになりました。結婚30周年を真珠婚と言います。で、その結婚30年を迎えるご夫婦を鳥羽に、お迎えして、お祝いをする取り組みです。子どもたちもですね、育って、まあ、巣立っていきます。夫婦の絆をもう一度再認識するっていうのにすごくいい時期だと思いますし、思いを新たに新しいスタートを鳥羽から切ってもらう、すごくいい機会だと思っております。真珠婚式は結婚式とは違う感動があり、私の理想の夫婦像がそこにありました。30年間、いろんなことがありましたけど、今一緒にいれることにとても感謝しています。今日も訳が分からぬままここへ連れてきてしまってごめんなさい。でも本当に一緒に来てくれて嬉しかったです。娘も一緒に来てくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。紺碧の青空に真珠を振りかけるパールシャワー、まるで映画のワンシーンのようでした。健康じゃなきゃこれも参加できないので、元気で参加できたことをすごく嬉しく思ってます。普段聞けない言葉がいっぱい聞けたので自分でも意外でびっくりしたんですけど、その優しさがあるから30年続いたのかなと思います。真珠は心豊かに歩んだ人が身につけてこそ輝きを増すのだと教えられました。やっぱり30年間いろんなことがありましたので、まあ、どういうことがあったんですか。
いろんなことがありました。いろんなこと、例えば泣きもしましたし笑いもしましたけど、まあ、あのまたねこうやってして新宿を迎えられたので本当にいい思い出になりました。真珠はね、あのもうただ貝を開けたらみんな真珠があるって思われる方が多いんですよ。でもそうじゃなくてすごく苦労してね、あの作ってるみたいなことをね伝えると、あ、真珠が高いのが分かるって皆さんおっしゃっていただいて、うん、だから皆さんも真珠は丸くて白いもんやって思われてる方が多いし、真珠はいろんなね生き物を作ったもんやからいろんな形があるし、大きさ色もねいろんな出てくるんですよって言って、あ、そうですかってことですごく納得されて、うん、変えられる。やっぱりそういう本当の真珠の姿を、ね、知ってもらうのが大事だと思っています。創業者の三木本幸吉は、はい、地球儀を、ね、いつもそばに置いていて、ああそうなんです、ね、うん、それはやっぱりグローバルなビジネスとか、いろいろな世界のあれとか、はい、いつもこう地球儀を回してるので、はい、毎日世界を飛び回っとるっていうのが、はい、言ってたというエピソードがあるんですけれどもね、この博物館にまあ展示するということで作られた地球儀なんですけれども、真珠の輝きにふさわしい素敵な人生を私も歩みたい、そんな夢を抱きながら私の真珠の旅はこれからも続きます。